変な格好でパーマン5号を名乗られたらパーマンの恥だよ。そんなにムッキーになることないわよ。所詮偽物なんだから。でもそのおかしなパーマンセットはどうしたのかしら。エジ君に作らせたってサブ君が言ってたよ。なんだ、あの発明鏡の作ったものならそのうちにボロが出るわよ。そうだといいんだけど。おーい、ジャンプー、サバッチョ。あなたがパーマン5号ね。私3号よ、よろしくね。こちらこそ、3号先輩。了解、パコ、パタッチだ。急ぎましょう。君はいいの。わー、なんで置いてけぼりにすんだよ。さあ